こんにちは、かおるんです。本日はイヤホンではなくてスピーカーをねやっていくんですけれども、 JBL さんから大人気のモデル Bluetooth スピーカー JBL GO 3というねモデルがあるんですけれども、こちらのエコモデルが出たということで紹介をしていきたいと思います。このねエコモデル、僕的にはね将来の音楽オーディオ業界の希望になってくれるんじゃないかと思っております。それがこちらです。ドン！JBL さんから大人気 Bluetooth スピーカー JBL GO 3 ECHO でございます。イエイ！まあめちゃめちゃ人気で、しかもコスパがねめっちゃいいので、多分知ってる方ねいらっしゃると思うんですけれども、今回はね ECHO っていうのがね何よりもいいんですよ。今って物価高騰しまくってるじゃないですか。その中でねこのエコモデルってね僕たちに希望を見せてくれてるんじゃないかと思っております。そこら辺ねもうちょっとね詳しく皆さんにね説明していきたいので、そこら辺もね踏まえながら、まずはね基本スペックを見ていきたいと思います。どうぞ。はい、基本スペック見ていきましょう。まず値段が5940円となっております。どこにでも持ち運ぶことができる超コンパクトなサイズを実現しつつ、ちゃんと音の方もキレのあるサウンドを実現しています。そして今回ここがね一番の強みですよ。スピーカーの周りに網目のデザインがねあるんですけれども、そこに 100% のリサイクル素材を採用しています。このリサイクル素材 90% が使用済みのプラスチックからね作られているということです。なのでわざわざ新しいねプラスチックを作ることはなくて、大幅にねそこを削減することができるというところです。パッケージの方もね表面がソイインク、大豆インクでできているので、この箱を捨てた後も何か他に作る時に再利用をしやすいね素材となっております。重さは 209g というところで、まあ大体ね僕が使っています iPhone 13 Pro と同じぐらいの重さとなっています。まあスマートフォンと同じぐらいだと思ってくれればいいと思います。連続再生時間は5時間というところで、ちょっとね短いかなというところと、あとは充電ケーブルはタイプ C を採用しておりますが、満充電までね約 2.5 時間かかるというところで、これがね逆にちょっと長いかなと、充電時間がね長いかなと思っております。ただ良かったところもあって、防塵防水機能が IPX67 となっています。これねどこでも使えますよ。お風呂でもね全然使えますし、あとは外出先の海とかのね浜辺とか、あとビーチでもね全然ねこう砂煙が回っても使うことがねできますというところで、これね使いやすいですね。さあズームして皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずねデザインですね。こちらね網目のデザインを採用しておりまして、やっぱりね JBL によくあるねおしゃれな感じとなっております。ただ少々ねエコモデルというところでエコ感がね出すぎているかなと思いますので、やっぱり普通バージョンの方が赤色とかオレンジピンクだったりとかね派手なものがね多いので、色合いは通常の方がいいかなと思いました。重さも本当にね軽いですよ。スマホぐらいのね重さなので、まあ本当にどこでも持ち運べちゃう。なんならね、手に持っててもね、そこまで疲れないんじゃないかなと思います。サイドにね、電源と Bluetooth のペアリングボタン、そして上部の方に再生停止のボタンと、あとは音量操作のね、ボタンがありますけど、本当にね、簡単です。例えばね、電源ボタンなんかはね、こう長押ししてね、つける、長押しして消すみたいなね、ところがある製品がね、よくあると思うんですけれども、今回はね、一回押しでね、つけたり消したりできますし、もうね、どのボタンでも大体ね、一回押しで全部できるので、本当にね、簡単な仕様となっています。はい、こういう風にズボンにつけてね、持ち運ぶこともできます。歩きながらね、スマホぐらいの大きさなんで、そこまで揺れないですし、重いとも感じないです。なので、手軽に持ち運べると思います。やってみてください。あとは、このストラップを利用しまして、壁掛け、まあ今ドアでやってますけど、こういう風にスピーカーをね、壁に掛けて使うこともできますよ。そして防水機能が IPX67 あるというところで、ちょっとね水洗いしていきましょう。行ってみよう。さあ洗ってきましたよ。ちゃんと音は聞こえるんでしょうか。見ていきましょう。行きますよ。
ちゃんと流れました。全然大丈夫です。でね、今ちょっとだけ音流しましたけど、どのくらい音がいいのかね、皆さんにも聞いてもらおうと思います。どうぞ。さあ、音を聞いていきましょう。皆さんが知っている曲を流しますよ。2つ流したいと思います。1つ目が BGM、 そしてもう1つは歌を流したいと思います。皆さんね、いかがですか？僕のね、感想を述べていきたいと思います。結論から言うとね、結構音良くないですか？やっぱりね、5000円台っていう感じなので、とってもねコスパいいので、こういう安いモデルだとどうしてもね、音がね、出力が足りなくてね、こうこもってしまう感じがあるんですけれども、今回はね、結構明瞭にはっきりとね聞こえたと思います。でね、よくあるドンシャリのような低音とか高音がね、よく出てるっていうモデルではなくて、こう低音から高音までね、全体的にフラットに安定して綺麗に出ているといった印象だと思います。まあね、逆に言うと高級機のようなね、臨場感があってね、こうドシンとね、体に来るようなものはないんですけれども、全然ね、綺麗に出ていたと思います。特にね、BGM とかバックのね、ミュージックではなくて、ボーカルのね、歌声、人の声がね、よく出ていたかなという印象でございました。こうね、スピーカーから離れてみてね、聞くと、あ、結構ボーカルの声聞こえてるな、みたいなね、感じだと思います。さあ、次に皆さん、ここで話したかった、一番話したかったエコのね、お話について、この製品のね、特徴についてね、皆さんにお伝えしてもよろしいでしょうか？最初にもちょっとね、お伝えした通り、今ってね、物価高騰しまくってるじゃないですか。例えばね、皆さんも大好きマクドナルド、こちらでね、なんかセットと、あとまあサイドメニュー、まあつけるつけないわからないですけど、そうつけるつけないにしても、だいたい600円からまあ800円ぐらいだったものがね、今だったら1000円ぐらい超えちゃうなんていうこともね、あるじゃないですか。それってね、今のオーディオのね、こういうね、機器にもね、全然言えることだと思っていて、なのでね、大人気だった JBL GO3 のね、通常モデル、こちらがね、もしかしたらね、値段が高くなってきちゃったので、こうね、エコモデルを新発売として出すことによってね、こちらにこうユーザーの方をこう手に取ってもらうというところでね、こう企業としてもこう存続を続けていくためにね、出したんじゃないかなと個人的には思いました。これってね、僕のね、個人的な意見なので、これがね、本当かどうかっていうのはね、わからないんですけれども、もしね、この話がね、本当だというところであれば、まあ技術的にね、こう物のレベルが上がっていって値上がりをするというのはね、全然 OK なんですけど、単純に今あるものとかがね、値上がりをしてしまうっていう、この世の中に対して同じ性能をこうちゃんとユーザーに届けられる、その代わしエコ素材を使っていますって、だけどちゃんとね、レベルがね、同じものを作れるのであれば、これがね、今後の未来にもね、希望になっていくんじゃないかと個人的にはね、考えています。そうすればね、音楽を届けるアーティストさん側、僕もね、歌やらせてもらってますけど、こうね、発信する側と、あとそれをね、聞いてくださるね、ユーザーの方、ファンの方もですね、こうお互いに手軽にその音楽をね、伝え合う、この大事なオーディオ機器っていうものをね、手に取りやすいね、世の中になっていく、またはね、維持をしていけると思っています。なので今回のね、 GO3 エコはね、本当にね、希望になってくれるんじゃないかなと思っています。もしね、この話共感してくださる方いらっしゃいましたらね、ぜひね、コメントで教えてください。ということで、長くなりましたが、まとめに行っていきましょう。はい、ということで、今回は大人気の JBL のスピーカー JBL GO3 からね、エコモデルが登場したということで、皆さんにね、紹介をしていきました。デザインの方はまあちょっとだけね、エコモデルをね、強調しすぎてるかなみたいなところはあるんですが、まあそれなりにおしゃれですし、あとはね、どこでも持ち運べるコンパクトさながら、ちゃんとね、音も良かったので、
こうね、手軽に音楽を聴きたい人いらっしゃると思います。スピーカーでね、聴きたい方ね、本当に手に取ってね、損はないと思います。値段もね、コスパいいですし。あとはスピーカーでね、音楽を聴いたことがないという方もね、いらっしゃるかもしれないので、そういう方にもまずはね、初心として、こうね、手に取ってもらういいね、製品だと思います。詳しい製品情報ね、下の概要欄に貼っておきますので、皆さんね、ぜひチェックしてみてくださいね。というわけで、今回もカオルの動画をご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンしてくれるとめっちゃ喜びます。チャンネル登録者ね、1000人を目指してね、コツコツ頑張っていますね。よかったらね、登録だけでもしてってください。よろしくお願いいたします。それではまた次のカオルンの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとうね。それでは、バイバイです。